へえ、ここがビーチの受付か。ここで水着とかも借りられるみたいだな。いや、こんな場所が作られてるなんて夢にも思ってなかったぜ。早速受付を済ませておこうか。こんにちは、ようこそレイクビーチへ。特務支援課の方々でいらっしゃいますか？あ、そうですけど。マリアベルのお嬢さんが伝えといてくれたのかい？はい、本日の昼過ぎまで貸し切りとなっております。水着についてはこちらの方にサンプルを用意しましたので、お好きなものをお選びください。へえ、それじゃあ。さて、どれにすっかね。しかしロイド、特務支援課に入ってから最大のご褒美って感じだよな。さすがに大げさだろ。確かにみんなどんな格好をしてくるかちょっと楽しみだけどさ。そうだろ。しかもイリアさんやセシルさんの水着だぞ。加えてリーシャちゃんみたいな超有望株なんかもいるし。落ち着けって。でも何気に俺たちの周りってスタイルのいい女性が多いよな。セシル姉やリーシャもそうだけど、エリーもかなりグラマーだし、イリアさんはモデルみたいだし、ノエルやフランちゃんも出るとこ出てるしな。まあティオスケやシュリゾーはこれからに期待ってことで。失礼だぞランディ。あ、そういえばキーヤって泳げるのかな。聞いたことはなかったけど。大昔のことだし本人も覚えてねえんだろう。一応溺れないように誰か見てた方がいいかもな。ああ、そうしよう。ほんと親バカだね。ワジ、もう着替えたのかよ。ああ、外で待ってるよ。アディオス。怪しい。怪しいってワジか。そりゃいつも基本的に怪しいやつだとは思うけど。いやー、そうじゃねえ。俺たちが喋っている間に素早く着替える手際の良さ、そして男女兼用にもなるセパレートタイプの水着、怪しくないか。どこが怪しいんだかさっぱりわからないんだが。たく、僕年人。まあいいか、俺たちも早く着替えようぜ。だな、待たせても悪いし。ワジ、お待たせ。よし、そんじゃ行くか。え、なんだ。なんか変なとこでもあるか。いや、男の水着姿ってのはさして面白くないと思ってね。まあ二人とも体格はいいからがっかりはされないと思うよ。あのな、余計なお世話だっつうの。それじゃあビーチに出るとしようか。
へえ、すごいな、これは。ビーチなんて初めてだけど、こんな綺麗だとは思わなかったよ。普通のビーチは海沿いだし、砂もこんなに白くはないかな。多分大陸中東部にあるホワイトヘブンって砂浜から砂を運んできたんじゃないかな。マジか。ありえなさすぎだろう。改めて IBC の資産力が垣間見られるよね。それより女性陣が来る前に準備した方がいいんじゃない。ああ、そうだな。やっぱビーチにパラソルとかは定番だろう。なるほど、雑誌とかでもそんな写真があった気がする。よし、手分けして設置するか。ふう、こんなもんかな。ああ、いいんじゃね。上出来。それじゃあ早速僕は休ませてもらおうかな。あのな、なんだか俺以上に遊び慣れてやがるな。ライダー。あ、お、来たみてえだな。すごいね、真っ白だよ。確かにこれは驚きです。ベルったらいつの間にこんなものを。ほら、お姉ちゃん、早く早く。もうフランたら、ビーチは逃げないでしょ。わざわざパラソルを用意してくれたんだ。さすが、気が利きますね。ほら、お姉ちゃん、せっかくだから前に出てアピールしなきゃ。ちょっと、そんな押さないでってば。いいじゃん、いいじゃん。へえ、みんな似合ってるね。そうかしら。あまり自信はありませんが。ロイドさん、誰の水着姿が一番似合ってますか。え、もうフラン、ロイドさんを困らせないの。どうしたんだい、さっきからぼーっとしてるけど。はははさすがに刺激が強すぎか。ちょっと目の毒かな。みんなものすごく似合っててびっくりしたよ。そのままグラビア写真とか撮られてもおかしくないくらいだ。やはりタチが悪いです。あれ、こいついつか絶対身を滅ぼすな。ま、それも男子の本懐じゃない。やっほー、お待たせ。うわ、これはすごいわね。場所ね、一面真っ白です。へえ、お待たせ。お、もう
可愛い子たちに囲まれてるじゃないの。あ、パラソルとか用意してくださったんですね。言ってくれりゃ俺がやったのに。圧倒されるというか、オーラが違う。そんな感じですね。すごいです。あら、あなたたちだってなかなかイケてるじゃない。眼福眼福そうね、エリーちゃんも思った通り、すっごくグラマーだし、キーヤちゃんもティアちゃんも抱きしめちゃいたいくらいだわ。あセシルさんの胸で言われても。本当でも本当に綺麗なビーチですね。まあ悪くないかな。ってあんたらいつまでボケっとしてんだよ。危ねえ、一瞬はあっちの世界に行ってたぜ。男って単純ですね。ま、女性に比べたらシンプルな生き物だよね。ね、これは負けてられないかも。お姉ちゃん、頑張ろうね。無茶言わないでよ。お、いいな、キーヤ。その調子、その調子。さあ？あ、なんか分かってきたかも。ライド、手を離して。大丈夫か？それじゃあ。おお、キーヤ、やっぱり泳いだことあったんじゃないか？やるじゃん、チビ。リーシャネ、俺にもコツ教えて。はいはい。そうね、ちょっと上半身に力が入りすぎているから。なんだ、二人ともあっという間だったな。こんなのできるようになったって意味ねえし。ねえねえシュリー、あっちの岩まで泳ごう。なんで俺が。気をつけてな、二人とも。岩より向こうには絶対に行ったらダメだぞ。ラジャー。あ、もう付き合えばいいんだろ。大丈夫かな。この辺りはかなり浅いみたいですから大丈夫ですよ。それにしてもキーヤちゃんすごいですね。あっという間にコツをつかんじゃったみたいですし。前にも泳げていたのを体が思い出しただけかもしれないけどね。でも修理も結構すごいよな。今まで一度も泳いだことがないって言ってたのに。ここ最近の練習で体のバネとしなやかさが相当鍛えられていますから、ちょっとコツを教えたらあっという間でしたね。そうか、頑張っているみたいだな。そういえばアルカンシェルの舞台リニューアルするんだって。はい、リニューアルといっても金の太陽銀の月であるのは変わらないんですけど、シュリちゃんが
新たな第三の姫として登場するアレンジが入っているんです。彼女がメインのシーンなんかも追加されているんですよ。そりゃすごいな。まさか最初に会った時はこんなに早く活躍するなんて思わなかったけれど。そうですね。多分イリアさんの導きとシュリちゃん自身の頑張りがあったからだと思います。私なんかよりずっと。大したことじゃ。そのちょっと疲れたので向こうで休んでいますね。そっか、お疲れ。まだまだ時間はあるからのんびり楽しんでいこう。はい。それにしても背はそんなに高くないのに相当じゃなくて、まだ正午まで時間はあるし、俺もみんなに混ぜてもらおうかな。Thank you.
お疲れ様です。セシル姉たちは日光浴か。湖にはまだ入ってないみたいだけど、ちゃんと楽しんでるかな。ええ、ここでゆっくりするだけでも十分楽しませてもらってるわ。エリーさんやリーシャさんともいろいろとおしゃべりできるし私たちもそれは楽しいんですけど、たまにちょっと困っちゃいますよ。セシルさんたらさっきからロイドとの仲はどうとかそんなことばっかり聞くんですから。ええ、ちょっとびっくりしちゃいました。あのなあセシルね。だって気になるじゃない。姉たるもの、弟の交友関係は常にチェックしておかないとね。そして誰が将来のお嫁さんになるかバッチリ当たりをつけておかないと。いやいや、そういうのはいいから。さすがイリアさんの幼馴染の方だけはありますね。そうだロイド、せっかくだしあなたも日光浴していかない？デッキチェアにも空きがあるし、いろいろとお話ししましょうよ。いや、さすがにこの輪に入るのはちょっと恥ずかしいというか、今回は遠慮させてもらうよ。あら、そう？今さら恥ずかしがることなんてないでしょうに。ええ、そうですよ。私もいろいろお話ししてみたいですし。そう言ってくれるのはありがたいんだけど。それじゃあ、その代わりに私たちに日焼け止めを塗ってくれないかしら。ちょっとセシルさん、さすがにそれはちょっといいじゃない、私は全然問題ないわよ。エリンさんもリーシャさんもなるべく日焼けは避けたいってさっき言ってたじゃない。それに今さら恥ずかしがることなんてないってエリーさんも言ってたし。それはそのわかりました。それじゃあロイドお願いするわ。エリー。だって他のみんなはそれぞれ自分の遊びに夢中じゃない。なるべく日焼けを避けたいのは本当の話だし、ランディとかに塗られるよりはあなたの方がいいかと思って。そうですね。イリアさんもホテルの部屋で私が日焼け止めを塗りましたし、そのロイドさんならそこまで抵抗はないかもしれません。リーシャまでほらロイド、お姉ちゃんとこんな可愛い子たちがせっかく頼んでるんだから、日焼け止め塗ってくれるわよね。わかったよ、慎んで塗らせてもらうから。慎んでってテンションがなんだか変になってますねじゃあ早速お願いしちゃいましょう。最初は誰に塗ってくれるの？それじゃあエリーから塗らせてもらおうかな。私？いいけど変なところ触らないでよ。全焼させていただきます。それじゃあ失礼して。ピト、ヒャー、ごめん大丈夫か？冷たくてちょっとびっくりしただけ。
大丈夫だから続けてちょうだい。そっか。じゃあ、はあ、これは予想以上に心臓に悪いな。それにしてもエリー、本当に綺麗だよな。肌なんか真っ白だし、パールグレーの髪がよく生えてるっていうか。ちょっと突然黙らないでちょうだい。まさかいやらしいことを考えてたんじゃないでしょうね。滅相もございません。下手したらマリアベルさんに本当に固定に沈められる。心を限りなく無にするんだ。とにかく無の境地に。ロイドさん、なんだか東通りのお地蔵様のような顔になってるみたいですけど。ロイド、エリーさんが終わったら私たちの方もお願いね。改めて見るとすごい光景だな。ありがとうロイド、とってもリラックスできたわ。このまま眠っちゃいそう。セシルさん、その格好で寝るのはいろいろと危険だと思うんですけど。ちょっとおおらかすぎますよね。だって気持ちがいいんだもの。それじゃあ目が覚めるようにみんなに冷たい飲み物でも買ってこようか。あら、いいの？ある意味夢みたいな体験をさせてもらったからな。正直これくらいしないとエイドスから罰が下りそうだよ。ロイドさん？いや、なんでもないよ。それじゃあ、ノンアルコールのカクテルか何かでいいかな。ええ、それでお願いするわ。急がなくてもいいからね。ロイドもいろいろ楽しんでらっしゃい。ああ、ありがとう。それじゃあ、後でね。なんだか集中してるな。あ、ロイドさん、どうかしたんですか？邪魔しちゃったかな。いや、そんな一生懸命に何を作ってるのかと思ってさ。いえいえ、とんでもないです。一応砂でお城を作っていたところなんですよ。いわゆるサンドクラフトですね。ただなかなかうまくいかなくて、先ほどから作っては壊しの繰り返しです。なかなか難しそうだな。そうだ、せっかくですしロイドさんも手伝ってみませんか？俺が？ええ、そうですね。作業が進展するかもしれませんし。ああ、わかった。俺でよければ手伝わせてもらうよ。さすがロイドさん、ありがとうございます。
とは言っても俺もまるっきりの初心者だけどね。まあみんな似たようなものですし。では早速よろしくお願いします。ふう、だいぶできてきましたね。ええ、完成まであと少し。やはりなかなか難しいです。もしかすると砂の強度に問題があるのかもしれないな。強度ですか？一応バケツに砂とお水を入れて土台はしっかりと作ったんですけどね。それでも作っていると砂が乾いてくるだろうしな。水を足しつつやった方がいいって聞いたことがある気がする。なるほど、理にかなっていそうです。それじゃあ水はどれくらいずつ足した方がいいんでしょう？そうだな、確かほんの少し湿らす程度で大丈夫だったと思う。あまり水をつけすぎても逆に強度は下がるだろうしね。確かに言われてみるとそんな気がしますね。ではロイドさんの言う通りにやってみるとしましょう。かなり完成に近づいてきましたね。うんうん、ロイドさんのアドバイスのおかげだね。そう言ってもらえると嬉しいよ。ではいよいよ仕上げに入りましょう。メインの城の部分のディテールアップですが、ロイドさんにお願いしていいですか？ああ、わかった。任せてくれ。すべてはロイドさんにかかってます。よろしくお願いしますね。プレッシャーをかけられてしまった。けどまあ、仕方ないか。さて、水で強度を高めているとはいえ、素材はあくまで砂。重要なのはおそらく、スピードと力加減だ。どう作業を進める？よし、迅速かつ繊細な力でディテールを整えていこう。ふう、こんなところかな。ついに完成。無料です。ロイドさん、お疲れ様でした。そんな、二人が頑張ったおかげさ。いえいえ、ロイドさんのおかげですよ。本当にありがとうございます。ザイトもお疲れ様でした。終盤は不足した砂や水の補給を手伝ってくれましたし。さすがはツァイトだよな。そうだ、そういえばこの城って名前はあるのか？名前ですか？いや、せっかく苦労して作ったんだし、そういうものがあれば思い出になるんじゃないかと思ってさ。一理ありますね。それならミッシーキャッスルというのはいかがでしょう？へえ、ティオちゃんずるい。だったら私はバンバンキャッスルがいいな。ミッシーはおなじみだけど、バンバンっていうのはフランのお気に入りのぬいぐるみだったっけ？どっちもかなり趣味が入ってるな。ですが、同じ城に2つの名前は付けられません。この際ですし、ロイドさんがどっちがいいか決めてくれませんか？あ、それはいいかも。ロイドさんが決めるなら文句はないですし、ビシッと選んじゃってください。
何気に責任重大だな。そうだな、そうだな。せっかくミシュラムに来たことだし、今回はミッシーキャッスルでいいんじゃないか。言われてみればそうですね。仕方ないな、今回はティオちゃんに譲ってあげる。ありがとうございます。丸く収まったみたいだな。そうだティオ、フラン、ずっと砂浜にいて喉が渇かないか。よかったら後で冷たいものでも持ってくるけど。そうですね、私は売店にあったかき氷を食べてみたいです。あ、私も食べたい。ロイドさん、お願いしてもいいですか。ああ、任せてくれ。サイトにはフランクフルトでいいかな。頼んだ、だそうです。ああ、でも急がなくても全然結構ですから。せっかく来てるんですし、ロイドさんも楽しんでください。了解。さすがっすね。ボールが見えませんでした。全身のバネを使った申し分ないスパイクだったね。さすがはイリア・プラティエといったところかな。どういたしまして。すごい。ああ、弟くん見てたんだ。私の必殺技はどうだった？はい、本当にすごかったです。いや、マジで恐れ入ったっす。俺のスパイクも難なくレシーブされちまうし。ワジ君もここしかないってところにトスしてイリアさんをアシストしてたし。僕のはただのまぐれさ。それに君たちもなかなかのコンビネーションだったじゃない。いや、正直みんなハイレベルすぎて言葉も出ないくらいだよ。このメンツで大会なんかに出たらすぐにでも優勝を狙えるんじゃないか。まあ現実はそんな簡単にはいかないでしょうけど、いいとこ行くかもしれないわね。そうだ、次のゲームは弟くんも混ざらない？一緒にビーチバレーを楽しみましょう。それじゃあお言葉に甘えて参加させてもらいます。と言ってもビーチバレーのルールはあまり詳しくないんですけど。基本は普通のバレーボールと同じですよ。違いを大雑把に言うなら、チームが2人1組だってことと砂浜でやるってところくらいですかね。あと実際は先に21点取ってようやく1セット勝利になるんだけど、今回は気軽に楽しもうってことで1ゲーム12点先取の変則マッチでやってるよ。なるほど、ひとまず問題はなさそうだな。まあ細かい話は置いといて、早速チーム分けといこうじゃねえか。ロイドが入るなら誰か一人抜けて審判に回らなきゃならねえしな。あ、そうか、なんだか邪魔しちゃったかな。別にいいわよ。それじゃあ弟くん、チームを組みたいパートナーを選んでくれるかしら。わかりました。じゃあ、ワジ、
よろしく頼む。お安いご用さ。それじゃあ残りのチームと審判に回る人も決めましょう。まあこっちは公平にじゃんけんでいいんじゃないですか。そうですね。パパッと決めてゲームを始めましょう。お返しだ。クライナ、レイ。はっ。ロイドさんチームポイントです。よし。あっちゃー、フェイントか。てっきり強打で来るのかと思ったわ。いやー、裏をかかれたっすね。上出来じゃない。ああ、ワジがライって合図をくれたからさ、ライン際が空いてるのに気づいてとっさに切り替えたんだよ。突然だったから通じるものか若干不安だったんだけど、これも愛のなせる技ってやつかな。バカ言ってるなって。よし、この調子で絡めてを混ぜつつイリアさんたちを翻弄していくぞ。ゲームセット。12対10でロイドさんチームの勝ちです。よし、なんとか勝ったぞ。なかなか楽しかったよ。ああ、結構いい勝負だったよな。できたらもう1ゲームやりませんか。あら、その先ほどのゲームを見ていたらどうにも抑えきれなくなって、今度はぜひ私も入れてください。ああ、それじゃあ今度は別のチームに分かれてやろうか。僕も構わないよ。それじゃあロイド、次にチームを組みたいパートナーを選ぶといい。ああ、そうだな。それじゃあ、今度はランディ、よろしく頼むよ。よっしゃ、任せとけ。は？よっと。やるわね、ランディ君。お見事です。やれやれ、この身長差はさすがに辛いものがあるね。ナイストスだぜ、ロイド。さすがの判断力っつうか。先走るところだったけどね。よし、このまま畳みかけるぞ。ゲームセット。12対8で弟くんチームの勝ち。よし、勝ったぞ。いやー、楽しかったわね。弟くんが入ったおかげでチーム分けもいろいろ楽しめたし。2ゲーム連続は結構きつかったですけど。ああ、それにお約束のサービスシーンがなかったのは残念極まりねえぜ。ノエルあたりがかましてくれることを期待してたんだがな。あ、確かに。ついついビーチバレーに熱中しちゃってたね。先輩に。ワジ君、何言ってるんですか。もうイリアさんの過剰反応も気になるんですけど。ああ、そうだ、みんな喉とか乾いてないか。なんだったら俺が
売店で冷たいものとか買ってくるけど。おっと、気が利くわね弟くん。何がいいかしら。確か聞いたところによると、ミシラムに新しく発売したジュースがあるみたいっすよ。ああ、それは私も聞いたことがあります。ベルコーラって言って、シュワシュワして爽快な飲み物らしいですけど。それはなかなか良さそうだね。それじゃあみんなベルコーラでいいかな。うん、よろしくお願いするわね。まあ今はそこまで喉が渇いているわけじゃないから急がなくてもいいけど。わかりました。それじゃあまた後で持ってきますよ。でもこんな石今まで見たことなかったけど。二人とも戻ってきてたのか。ん、何やってるんだ。あ、ライド、これを見てみて。綺麗でしょ。へえ、丸くて真っ白で宝石みたいに綺麗な石だな。これどうしたんだ。さっき泳いでる途中でこのちびっこが拾ってきてさ。どうもあっちこっちに落ちてるみたいだからちょっと探してみてたんだ。監視員の人に聞いてみたらホワイトストーンっていう石なんだってさ。ふーん、ここの砂って外国から運んできたみたいだし、多分その辺りで取れるものが混ざってたってところだろうな。その分だと結構大きいのも埋まってるかもしれない。本当？ねえねえ、それじゃあみんなでこの白い石を探してみようよ。それで最後に一番大きいのを持ってた人が勝ちになるの。ふふん、面白そうじゃん。当然あんたも参加するよな。ああ、せっかくだし参加させてもらおうかな。決まりだね。そんじゃあんたもホワイトストーンを見つけたら俺に教えてくれ。最後に大きさを比べっこして一番大きいのを持ってたやつが勝ちな。了解だ。よし、それじゃあスタートだ。キーヤ、絶対一番大きいのを見つけてくるからね。お前らなんかに負けてたまるかっての。そこそこ大きいくらいかな。これなら。
少し小さいかな。もっと大きいのがありそうだけど。手のひらにすっぽり収まるくらいの大きさだ。キーヤもシュリもこのくらいは見つけてそうだけど。おお、水晶玉みたいなサイズだ。これだけ大きかったらまず負けることはなさそうだな。ホワイトストーンを見つけたみたいだな。早速俺たちのホワイトストーンと大きさ比べをするか。ああ、早速勝負を始めよう。ふーん、自信満々だな。そんじゃ、ちびっこを呼んでくる。ひひ、後で吠え面かくなよ。それじゃ大きさを比べるぞ。一斉の背で自分が持ってる一番大きい石を出すんだ。ああ、了解だ。準備 OK だよ。よし、じゃあ行くぞ。一斉の背。うわあ、ライドのホワイトストーン、すっごく。そんなのを見つけてくるなんて。さすがにこれは負けを認めるしかなさそうだ。それじゃあ俺の勝ちってことで良さそうだな。ちゅ、子供相手に大人げないやつ。それを言われると立場がないんだけど。でも本当に大きくて綺麗だね。キーヤもそんなの欲しかったな。そうだな、俺ももう少し探してみようかな。そうだ、せっかくだしプレゼントしてあげようかな。それじゃこのホワイトストーンはキーヤにプレゼントするよ。え、本当にいいの？ああ、もちろんだ。せっかくビーチに来たんだし、その思い出にするといい。大事にするね。ちゅ、いいな。ごめんな、シュリー。君はキーヤよりお姉さんだから、今回は我慢してくれるかな。別に、そんな石ころ欲しくなかったし。そうだ、キーヤ、シュリー、何か冷たいものとかいらないか？え？ライドを持ってきてくれるの？ああ、ずっと水辺で遊んでてそろそろ疲れてるだろ。飲み食いしたいものがあったら遠慮なく言ってくれ。ふーん、気が利くじゃん。うーん、それじゃあね。あ、売店にあったアイスクリームが食べたいかも。アイスクリームか。
わかったよ。じゃあ俺もそれで。ああでも、もうちょい遊んでたいからすぐには持ってこなくていいからな。ああ了解。それじゃまた後でな。みんな一通り遊んで、今はのんびりしているみたいだ。と、なんだか俺も喉が渇いてきたな。みんなに冷たいものを買ってくる約束をしてるし、そろそろ売店に行ってみるか。売店は階段を上がったところだ。ちょっと。あら、ロイド、何をしてるの？ああ、今はキーヤたちと。あれ、もしかして。え、ちょっとあった。こんなところに埋まってるなんて。でも相当大きいな。これなら絶対に勝てるはずだ。あなたね、いきなりそんなところに潜り込んでどういうつもりなの？ごめん。はあ、まったくもう。早速。ああ、それじゃ、いっせーの。ああ、準備 OK。 よし、いっせー。せー、さすがにこれは。ちぇ、子供。それを。本当に？いいのか。それに2つなんて。ああ、ちょうど同じくらいの大きさのもう一つ拾ってたんだ。せっかくビーチに来たんだし、その思い出にするといいよ。ありがとうよ。大事にするね。そうだ、キーヤ、シュリ。いやあ、いらっしゃい。貸し切りのビーチは楽しんでるかな？一通り楽しんできたところです。あの、いろいろとまとめて注文したいんですけど。ああ、さっきちょうど商品の準備が整ったところだよ。何でも注文してくれ。それじゃあ。あ、そういえばロッカーに財布を置いてきちゃったな。ああ、お代は結構さ。マリアベルさんの言いつけでね、君たちが貸し切りの時間帯は飲食代が全てサービスになってるんだ。そうだったんですか？至れり尽くせりというか、マリアベルさんには頭が上がらないですね。十分感謝するといいよ。それじゃあ注文するかい？ええ、よろしくお願いします。ベルコーラが4つとノンアルコールカクテルが3つ、アイスクリームが2つとかき氷が2つ、ああそれとフランクフルトを1つお願いします。一度にそれだけ持ってくつもりなのかい？もしかして君、お人よしすぎて自滅するタイプ？いやそんなことはないと思うんですけど。
いやー疲れたけど存分に堪能させてもらったぜ。欲を言えばセシルさんやリーシャちゃんにもビーチバレーに参加してほしかったが。え、なんで？こらランディ。ロイド君は何を想像したのかな。あれできたら、ちゃっかりお嬢やセシルさんたちの日焼け止めなんか塗ってるしよ。ほらほら、旦那だった。いや、なんかすごかったとしか言いようがないんだけど。だと？この一人だけ美味しい目に遭いやがって。うわっ、ギブギブ。で、ロイド、誰の水着姿に一番グッときたんだ？え？誰かって言われても。ノエルはイメージ通りスポーティーな感じだったな。それでいて、なんていうか、普段は抑えられていた魅力が弾けてるっていうか。やれやれ、男二人して何じゃれ合ってるんだい。マジ？おいおい、もう着替えたのかよ。ま、若いんだから妄想を膨らませるのは仕方ないと思うけど、もうちょっと余裕があった方が女の子の受けはいいんじゃない？その上で相手に興味があると思わせられればバッチリかな。いや、そんな話をしてたんじゃ。概ね同意だが、随分上から目線じゃねえか。うん、だって僕モテるし。一足先にホテルの部屋に戻ってるよ。テーマパークに行く前に一休みしておきたいからね。アデュー。だい、納得いかねえ。着替えも確認し損ねたし、なんだよこの敗北感は。まあ相手が悪いかもな。未だに気が向いたら夜ホストのバイトをしに外出してるみたいだし。なんて羨ましい。じゃなくてけしからん。俺は一度尾行でもしてそこをチェックしないとな。全然説得力がないな。